皆さんこんにちは、ちかまです。今日はこちらノースコンチネント宮の森本店にやってきました。開店は11時半だったんですけど、ちょっと早く着いちゃいましたが、すでに3組待ってました。平日でも結構すぐ開店と同時に埋まるので、予約してから行くことをおすすめします。最寄りの地下鉄駅は西28丁目です。こちらは道産のハンバーグが人気のお店です。ここの店ではお肉を選んでソースを選ぶことができます。お肉の種類もすごく多くて、ハーブ牛とかエゾシカ、カニフラのポーク、いろんなものがあるので好みのものを選んで、ソースもこのようにたくさん種類があるのでバリエーション豊富で楽しいですね。で、さらにランチ時間に行くとランチメニューがあって、その日のハンバーグとオリジナルソースを楽しむことができます。ハンバーグが焼き上がるのを待ってる間はハンバーグ新聞を読んで待っています。待ち時間にこのお店のこだわりがたくさん入った新聞を読んで待ってます。箸置きの紙が折り紙になるように書かれてます。面白いね。さあ、こちらが私が注文した本日のランチプレートです。今日はトカチハーブ牛にタンドリーソースがかかったハンバーグでした。で、このランチメニューのソースはグランドメニューにはないオリジナルのものなので、お昼にしか楽しむことができない限定のソースです。美味しそうだよね。タンドリーソースって合うのかなと思ったんですけど、すっごく美味しかったです。こちらがカントが注文したトカチハーブ牛と、チーズソースです。濃厚そうなチーズソースが入ってますね。トカチハーブ牛のハンバーグは真ん中に卵が落とされていて、半熟でいい加減に火通ってますね。すっごく美味しそうです。で、ここは、焼き野菜が載ってます。今日は玉ねぎとインゲンかな。その季節によって変わるみたいなので、楽しみにしていくといいと思います。この厚みがこのお店の自慢だそうです。ふっくらしててすごく美味しそうな見た目です。焼き石がこうついてくるので、適度に温めながら食べることができます。もうちょっと固めにしたいって人もちょうどいいかもしれないですね。ほら見て、この肉汁が切った途端からすっごくてテラテラしてるの分かりますよね。ふわふわなんです。ちょっと温めてあちあちにして食べます。いただきます。私が出会ったハンバーグで結構おいしい中に入るかなと思います。さあ、こっちはカントのチーズハンバーグ。サラダがここはすっごいモリモリにされます。で、ドレッシングが創業から変わらないオリジナルの味だそうです。この量ね、結構きついかなと思うんですけど、いけちゃうんですよ。ハンバーグにも合うサラダです。美味しそう。またこう見てるとね、食べたくなりますね。ちなみに町の中店っていう町の中にもあるので、そちらもぜひ行ってみてください。タンク、美味しそうです。で、このチーズが本当に牛肉とよく合います。ご飯のお供にも最高です。また食べたいです。で、こちらは、乗ってるフライドポテトが乗ってるんですけど、一度ふかしてから揚げてるそうです。なので中はホクホクで、外はカリッとした美味しいフライドポテトが乗ってるんです。さあどうぞ。これだけでも結構本当に美味しいっていう感動があります。野菜もこだわってるのが伝わってくるお店です。さあ、
ではこっからさらに飯テロな動画になりますよ。カット。卵がいい感じに溶けていきます。じゃーん。これはまたまろやかになって美味しいんですよ。お肉のスパイス感とこの卵のクリーミーな感じがすっごく美味しいです。で、チーズ、これは無敵。これは自家製のピクルスだそうです。一人一本乗ってるんですけど、関東に分けました。食後にコーヒーをいただいて今日のランチは終了です。本当に美味しいハンバーグに出会えました。感動したい人はぜひ行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。またね。